冷血戦200系。この車両は、全車特別車の線形を一部特別車編成に蘇生するとともに、特急の最高速度を120キロにするために製造された。今は、線形ともども1200系と呼称されている。そんな1200系が、どういう車線を歩んできたのか、今回はそれを見ていく。今回は、1200系と同一設計の1800系の車線についても見ていこう。時は1990年。その頃の特急の座席指定車に使用されていた形式といえば、7000系白帯車、7500系、7700系、1000系、8800系など、座席指定車はほとんど SR 車で運用していた。一般席車は、5700系、5300系、7000系未更新車、などを並結していた。これらの車両は、すべて機関通構造であり、通り抜けができない。間違えて座席指定車に乗ってしまった客に容赦なく指定料金の210円を徴収するという事案が名鉄で多発していた。そして、座席指定席車と一般席車を通り抜けられるような車両を製造することに至ったのだ。そして、1991年、その車両が日本車両製造豊川製作所で落成した。新造する1200系は岐阜型の4両。どうやって豊橋型の特別車を調達したかというと、既存の線形の編成を解き、2両ずつに分割し、1200系と連結させたのだ。もともと岐阜型だった2両は、方向転換し、1200系と連結した。この時、特別車に乗務員室、一般車にトイレを設けた編成を A 編成、特別車にトイレ、一般車に乗務員室がある編成を B 編成と呼ぶ。1200系は12本が製造され、どちらの編成も6本ずつ組み替えられた。続いて、機器構成について。車両性能は線形に準じているが、5700系のような1 M 車を含まないため、MT 比は 4M2T で編成出力が高く、起動加速度は 2.3 キロと、線形全車特別車編成より若干の向上にとどめたが、高速域の加速力は3500系などと同等となっている。主電動機は、福巻製粒子電動機 TDK8225A を採用。各車に4台ずつ搭載する。1時間あたりの定格出力は、6R 車と同じ 150kW で、歯車比は 4.82 である。ブレーキ方式は、回生併用電磁直通空気ブレーキである。そのため、SR や改造をすれば 6R とも並結できる。台車は、1030系、1800系、1850系も含めて全車でボルスタレス台車が本格採用された。当初のボルスタレス台車は電動台車が SS126系付随台車が SS26系で、1995年頃に溶断波が追加設置され、さらに2004年からは、多系列も含めて電動台車に限り強度を増した SS165系、SS165B、SS165C へと交換された。補助電源装置は線形1030系と同様の DC-DC コンバータ、電動空気圧縮機は C2000 型を採用している。なお、A 編成と1030系では、2号車3号車の M1、M2 ユニットの向きが通常とは逆になっている。続いて、内装。座席は転換クロスシートに扉付近収納式補助座席を装備する。転換クロスシートはセミバケットタイプで吊り下げ式暖房機を装備し、足元スペースも拡大したが、側窓2枚に座席三脚というデザインの関係で窓のピッチと合致しない箇所がある。なお、補助座席は5700系、5300系のものと類似の形状で、席を立っても自動収納されない点が異なっていたが、後に改造され使用しない時は収納されるようになった。先頭車の乗務員室背後のみ2人掛けのロングシートで、1992年以降に落成した車両はその運転台側が車椅子スペースとなっている。座席のモケットは本系列で初採用となった織物用の紫系で、以降7000系、5700系などの転換クロスシートにも波及した。客室窓の内枠は特別車と同様の FRP 製である。客室照明は5700系と同様の埋め込みカバー付きだが、これも特別車と同様に少し中心に寄っている。化粧板は本系列固有の白色系を採用している。床敷物も固有の襟ダークグリーンとクリーム色のツートンである。天井は高さ 2150mm だが、両隅の丸みがかなり小さく、冷房は補助送風機であるラインデリアからの直接吹き出しをやめて特別車と同じラインフロースリットフロー式となった。ただし扉の上部に冷気攪拌用のラインデリアを装備する。冷房装置は8800系以降と同形態だが、特別車とともにインバータ制御となった集約分散式で、線形1030系と同型式の RPU4414 だが能力を 17000kcal×2 に増大し、ロス内は省略された。また、4号車は弱冷房車である。これは中京圏の鉄道事業者では初めて設定されたものである。車端部には LED 式車内案内表示装置が設置されている。
特別車と一般車の間には床面高さの違いがあり、特別車は床面高さは1150ミリ、一般車は床面高さは1110ミリとなっている。2号車と3号車の間には、2スロープが設けられている。4両組成で運用していた線形を2両ずつに分割して本系列を連結した。4、5号車には車掌の車内巡回時にもドア操作が可能なように車掌スイッチが装備されている。次に、造血用の1800系について解説する。1800系は、名古屋本線一部特別車特急のラッシュ時における一般席造血用車両として1200系一時車と同時期の1991年に5本が製造された。車体と内装についてであるが、一般車のみで組成した2両編成で、一見1200系と似ており、基本的に1200系、1230系に準じるが、先頭部の、パノラマスーパーの電照パネルがなく、ミュージックホーンも装備しておらず、ドアの開閉前の注意喚起付きの、自動放送や日本語と英語の2カ国語対応の自動放送装置も搭載していない。そのため、新鵜沼行き、犬山行き、岐阜行きの8両の列車は、ミュージックホーンを鳴らすことができない。また車内案内表示器において電車のデザインの内容は1200系と同一であるが、1200系のものから3500系、3700系と同じものとなり、1200系、1230系との並結時にはそれらの編成の自動放送が流れる。制御方式は開示点下0時制御で、6800系や5700系6両組成の1無車も5650型と同じ方式であり、歯車比は1000系やも5650型と同じ。4.82 として120キロ走行にも対応している。電流値を上げて起動加速度を 2.2 キロとし、1200系と極力足並みを揃えた。補助電源装置は1200系と異なり、当時標準の SIV を9800に搭載する。その関係で冷房装置も1230系、1850系などの他系列と同様の稼働率制御 RPU4013 となっている。時は2015年。1200系は登場から約25年経過しており、大規模なリニューアルを受けることになった。これが、リニューアル工事を受けた、1200系である。見ても軽中のような側面じゃありませんか。更新前の1200系と比べても形ぐらいしか原型が残っていない。主な変更点は、車端部にパッドビジョンを設置、シートモケットの張り替え、一部座席の撤去、および車椅子スペースの設置、放送設備の自動化、扉開閉予告放送の更新、A 編成のトイレ拡張。前面部の相性表示が1号車はフルカラー LED の行き先案内表示器に交換、一般車側は撤去の上、白で塗りつぶし、床材の交換などなど、かなり変更点が存在する。ちなみに、1800系のリニューアル工事も2017年度から実施されている。工事内容は外観、内装とも2200系に実施された内容に準じている。リニューアルされた車内はこのようになっている。三河の6000系と同じぐらい手が入れられている。車内は2300系ベースになり、モケットは銀電と同じものに交換されている。1200系たちが魔改造を受けた裏で、この車両たちが引退していた。1030系、1850系。この車両たちは、超高性能異端児、7500系の足回りを使って製造された車両である。7500系時代から約50年間走り続けていた足回りは、もうボロボロであった。しかも、主電動機出力が 75kW のため全電動車であり、保守のコストがかかっていることは事実である。1850系 1853F は、2015年6月3日に岐南駅で視界路がショートし、オーバーランを起こした。その勢いで大気線のポイントをえぶち壊した。原因が特定されても、運輸局の指定保全命令により、最後まで運用につくことはなく、名電蓄光に廃車改装された。こうして、同じ車体の仲間が廃車されてたりするが、1200系、1800系は今日も急行特急快速特急などの運用についている。